き6億再生確定動画、全世界の人がもう待望のきょうちゃんコンビニ夜食シリーズ。前回セブン編がそこそこヒットしたので、ローソンに出るということになります。それじゃあ早速紹介していきましょう。まず飲み物、アップルジュース。オレンジジュースかアップルかみたいなのがありますね、はい、で、まずおにぎりですよ。私あのおにぎりはもう鮭かもう五目かみたいなとこある。ただローソンはねちょっと今の時間帯だからちょっと置いてなくて、あんまりローソンになってくるとちょっと内容が変わるんだよ。このシリーズなんだけど他よりも一回り小さくて安いシリーズがあるんだよね。それうまいよね、ごま鮭。そうこれこのシリーズのわかめとか鮭とかうまいんだよ、うん、これめっちゃ好き、ローソンのやつ。まあデザート、まあローソンで言ったらプレミアムロールケーキのやつとかなんだけどなかったんで、うん、ワッフルですね。ローソンはやっぱデザートはこういう系だよね。いやローソンデザートと麺が強いでしたね、個人的には。で大好き三色そぼろ、安定のね麺ですよね。たらこパスタ、ローソンはやっぱパスタが美味しいですから。で、ローソンと言ってないのこちら、あー唐揚げさん。私はね、昔はレッドチーズだったんですけど、もう最近ではもっぱらレギュラーですと、まあ、なんか五目肉、そう、五目肉っていうのがあったのかな。以上です。じゃあ、食べていきますか。全部唐揚げくんと肉まんぐらいで、あとは後々食べよ。いただきます。これ唐揚げくんって何個食えるんだろうな。あー確かに何個食えるんだろう。きょうちゃんはね100個ぐらい食えると思うよ。じゃあ100個チャレンジ今度やる。だってこれで何個入り。5個。え、20個え、いけるんじゃない。チャレでもいけそうだけど言ったな。できなかったらどうする。できなかったらディズニーランド行こう。できたらどうする。できたらディズニーシー行こう。あ、なんか生地がふかふか。わあすごい、なんかいっぱい入ってるよ。あ、すごい。どう。みんなに伝えたい、これが長続きの秘訣なんですよ。優しさエビの部分をくれる。今日はちょっと控えめな感じですね。どういう配分でいくの。今日ちゃんお腹してる時はもうどんどんよ。もうで、おにぎりはつなぎだから朝までのどんどんって食ってクーってなったところにこれパチー挟んで、うん、で、もうゲームして、うん、じゃあちょっともう上に持ってきますね。回収回収しますね。はい、というわけでいかがだったでしょうか。きょうちゃんのローソン編の夜食、意外と少ないと思いました、それともすごい多いなと思いました。皆さんの予想はどっちかな。また明日の動画でお会いしましょう。さよなら。今日の一言、今日の一言、昨日家の前の酔っ払いコンビニちゃんを渡した。うちの前に酔っ払いた。だ、酒も酔っ払いの人いたからお茶あげといた。